山口敏太郎の食いしん坊、今日はですね、ポッキーですね。ポッキー僕は大好きなんですけども、以前私が、デスクに、つくデスク上にですね、ポッキーを食べ残して帰ったことがあります。で、その後ですね、不届き者の、今クビになった社員のボー君がですね、それを盗み食いしたんですね。漫画家の遠藤さん君が「そんなことしちゃダメですよ、ポッキーは社長の大好物なんですから」って言ったら、分かりゃしないよとそのことを僕は言ったんですね。で、次の日僕はパッと見て1本足らないというふうに見破ったという。で、非常にみんな周囲が引いてしまったり恐れてしまったりしたという事件がありました。それはですね、ポッキーの数を瞬時に覚えていたんですね。それぐらいポッキーが好きだという 社員に盗み食いされても気がついてしまうということですね。で、ポッテリショコラ、生クリーム、どれぐらいうまいのかこれ。ポッテリと、ポッテリショコラ、ポッテリとかわいいポッキーミディ、マイルドなショコラ、ホイップしたショコラ、さっくりしたビスケット。これいいですね。1本あたりのチョコレートの比率は75%。これはうまそうです。ということで、早速行ってみたいと思います。こんな感じですね。塗りたくってますね。新日がトレーニング使っていたコシティのような形をしております。これをブンブン片手で振り回して、新日本プロレスのレスラーは体を鍛えたんですね。全然関係のない話ですが、ポッテリショコラ、いってみますよ、ポッキー。これは、うまい。この断面を見てください。これ。他のポッキーに比べて、いかにこの周りのチョコが多いか。チョコ含有率の多さを表してますね。当然おすすめです。